皆さん、こんにちは。最近妊娠を発表したレーサーをご存知ですか？水面で活躍する女子ボートレーサーの中には、結婚や出産といった人生のイベントの際にレースをしばらく欠場し、長期休暇を取る選手もいます。特に出産については体調面を考慮して出産前後に長めの休みとなるケースも少なくありません。近年、さまざまな業界で働き方改革が取り沙汰されていますが、ボートレース界もその例に漏れず、そういった理由での長期欠場には寛容になってきています。長期離脱によって階級は下がってしまうものの、出産という人生の一大イベントですから、休暇を取って専念するというのは重要なことです。今回は直近レースの斡旋が削除されて話題となっていたところ、先日妊娠を発表して話題となっている土屋美奈美選手について、本人のプロフィールも含めながらご紹介したいと思います。土屋美奈美選手は1997年1月26日生まれ、身長161センチ、血液型 A 型、岡山県出身で岡山支部に所属している。登録番号4964、119期、2024年10月現在は A2 級の女子ボートレーサーです。土屋美奈美選手はその明るい性格と整ったルックスから女子レーサーの中でもかなり人気の高い選手で、個人で YouTube 活動などもされています。土屋美奈美選手の YouTube では大山千尋選手や峰竜太選手などといった人気レーサーが出演している動画も配信されているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そんな土屋美奈美選手ですが、ボートレーサーになる前はハンドボールに打ち込んでいました。中学までは岡山県代表チームのキャプテンとしても活躍し、中国ブロック大会では準優勝を果たしています。高校でもハンドボール部に入り、インターハイへ3年連続出場、ベスト8の成績も残しているようです。その実績が認められ、土屋美奈美選手はスポーツ推薦枠で当時の大和学校へ入学しました。そもそもボートレースに興味を持ったのは、ボートレース好きの父親からの勧めがきっかけだそうです。養成所で1年間の厳しい訓練に耐えた後、2016年11月22日にボートレース小島で開催された第32回日本モーターボート選手会会長杯でデビューを果たし、出場レーサーの中で一番早いスタートを決めて展開を探し、5着に食い込む健闘を見せました。その後、2017年7月3日にボートレース唐津で行われたサマーモーニングバトルほぼ女子戦で、新人らしく6コースからスタートした土屋美奈美選手は5コースからトップスタートを決めて攻め込む宮地元樹選手の動きでできた展開を捉え、まくり差しハンドルをねじ込んでトップに躍り出ます。そのままトップでゴールし、嬉しい初勝利を挙げました。初めての勝利でしたが、土屋美奈美選手の技術はこの頃にはある程度認められており、このレースの決着5-6-3は3連単オッズ 59.6倍、21番人気と初勝利の船券にしては人気どころでした。初勝利を収めた土屋美奈美選手はその後少しずつターン技術やレースセンスを磨き、2019年5月3日にはボートレース琵琶湖で行われた G3 オールレディースビーナスちゃんカップで予選をなんとか突破し、優勝戦の6号艇を手にします。優勝戦では6コースからコンマ18と安定したスタートを決め、4号艇の攻めによってできた展開をしっかり追走し、初優出ながらしっかりダッシュ勢のボックス決着を後押しする形で3着に入りました。また2020年に土屋美奈美選手は105期の佐藤翼選手との結婚を発表しました。ボートレーサー同士の結婚ということもあり、ファンからは祝福の声が飛び交い、公私ともに充実を見せる土屋美奈美選手はその年に水面でも躍動します。2020年2月12日にはボートレース宮島で行われた G1 第63回中国地区選手権で G1 初出走をマークすると、2020年7月25日にボートレース住之江で行われたビーナスシリーズ第31回アクアクイーンカップで再び優勝戦に駒を進めます。優勝戦では4コース進入となり、伸び型モーターの特徴を生かして豪快なまくりを決め、
悲願の初優勝を成し遂げました。デビューから3年10ヶ月で念願の初優勝を達成した土屋美波選手は、その後も着実に成績を上げていきます。デビュー当初から成績の上がり傾向は力強く、2019年には前期は勝率4点台、後期は5点台に乗せ、2020年には6点台近くまで伸ばしています。その後2021年前期には勝率6点台をマークし、そこから1年間ほどの産休に入りました。この頃にはボートレーサーに対する育休や産休の制度が整い、土屋美波選手にとっても休みやすい環境であったと思われます。その後土屋美波選手は1年ほどで復帰し、産休で B2 に降格していたものの、復帰直後にはなんと A1 級へ昇格する活躍を見せました。その後は A2 級へ降格してしまいますが、2023年2024年と勝率は6点前後をキープし、 A 級女子レーサーとしては十分な数字を残しています。そんな土屋美波選手ですが、2024年10月9日に公式サイトのプロフィールページからすでに入っていたレースの斡旋が全て削除されていることが確認されました。もともと土屋美波選手には2024年10月23日からボートレース浜名湖で開催予定の静岡朝日テレビサンライズカップの斡旋が入っていましたが、10月9日時点ではこの斡旋が消えており、出場しないことが濃厚となっています。ちなみに土屋美波選手は2024年9月26日からボートレース丸亀で開催されたマンスリーボートレース杯に出場し、シリーズ2日目のレースを欠場し、病気のため途中帰郷となっていました。その時点で当時入っていた2024年10月10日からボートレース住之江で行われるデイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ、2024年11月1日からボートレース小島で行われる第6回小島商工会議所回答賞の2つの斡旋が削除され、先ほどのボートレース浜名湖のレースの斡旋だけ残っている状態となっていました。土屋美波選手の斡旋削除の理由についてですが、レースの斡旋が削除され始めた直前に病気を理由にシリーズを途中帰郷していることから、怪我などの影響が濃厚かと噂されていました。ただ欠場前の最後のレースではしっかりと完走しており、レース中の接触や事故などもなかったことから、 SNS 上ではおめでとう、お盛んだね、などと土屋美波選手の2度目の産休を予想する声もありました。そして理由の発表がないまま迎えた2024年10月20日公式の発表はありませんでしたが、土屋美波選手本人が自身の SNS を更新しました。ご報告ですという書き出しに続けて、この度第2子を授かりましたと綴り、佐藤翼選手との間に第2子を妊娠したことを明らかにしました。続けて、また来年新しい家族が増えることが楽しみですと、出産を来年に予定していることも示唆しています。最後に土屋美波選手は、当分レースからは離れますが復帰するまで待っていてくださいとファンの方に呼びかけています。第2子の出産ということで多少慣れはあるでしょうが、おそらく第1子の時と同様に土屋美波選手は1年ほどの休暇になるのではないかと見込まれます。人気レーサーである土屋美波選手がしばらくレースに出場しないのは少し寂しいですが、今回の斡旋削除理由がおめでたい報告で一安心ですね。いかがでしたか。今回は第二子の妊娠を発表した土屋美波選手についてご紹介しました。復帰も約束していますし、産休が終わればまた水面に姿を見せてくれるでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。